はレイナです。イエーイ。はい、本日は、以前ね作れなかったあの果樹園を完成させたいと思います。あら、レイナくんどうしたの。いやー、出ていかないで。やったー。レムくんはね、もういるだけで可愛い。で、貯めたお金をポッケに入れます。もうね、何にもないってね、すごい素敵。こんにちは、久しぶりだっけ。ちなみに今日の衣装はエンジェルワンピです。ちょっと可愛くない。なんか草生えてきたんだけど、一体何これ。今までなかったよな。と、今日は果樹園の完成を、完成っていうかもうあの完璧に作ります。で、ここの橋をやっとなくすことができたので、この辺の花も蹴散らして、あら、この辺の花も全部回収して、皮をねちょっとずらします。はい。で、こっちの下に道を足します。皮増やします。データ取得します。これにヘルメットって自分あるよね。いきます。はい、いくよ。で、ここを、あれ全然違うことしてた。はい、すると今度こっちが足りなくなっちゃうので、それは違うやつ、皮を塗るやつ、これ入れていきます。こうなったか。最終的にはほとんど埋めるつもりなんだよね。だって都会に皮ってあんまないじゃん。で、ここ渡れるようにとりあえずしておきます。便利だね。つなげとくか。でもめんどくさいし。できるようになりましたね、これで。よし、で、楽に息ができるところになった。楽に息ができるようになったので、ここも盛り上げていきます。はい。あ、ダメなんだ、水あると。できたのではないでしょうか。なんでここ削れてんの。はい、もともとの地形に文句言ってもしょうがないんだけどさ。うわー、雑草がすごい。で、ここが
繋がらなくなった分後ろから回れるようになったはずなので、ほら、快適、いい感じですぞ。鼻の返しは後でやります。で、ここももう一回皮埋めて、皮埋めて、で皮埋めていきます。で、ここまで埋めると、果樹園完璧に作れるようになります。で、橋なんですけど、メインのアカウントじゃないとね、なんか消せなかった。メインのアカウントでしか橋作ったり、なんかなんだろう、片付けたりはできないっぽいですね。はい、作れました。ではまた崖を足していきます。はい、崖を足していきます。なるほど。はい、あ、違うよ、違うよ。はい、はい、よし、これで、あれ、私今回柵持ってきてる？持ってきてなくない？今なかったよね。掘り行かなきゃじゃん。後でちゃんと取りに行きます。こっちの皮をじゃあ広っ、こっちの皮を広くしてしまいます。その間に、その間に、その前に語彙力。微妙じゃない？そんなことない？でもいいや。やっぱね、皮はね、たくさん欲しい。で、ここの皮はやっぱり渡れた方が便利なので、ほい、もうちょっとここも、あー、整備します。はい、はい、この皮はちゃんとね、整備します。はい、はい、なんかボコボコじゃない？まあいっか、あんま上から見ることもないしね。もうちょっとここ開けてもいいかも。はい、はい、はい、いやー、ボコボコだなー。なんで、なんでみんなそんな島きれいに作れるの？白樺全然なんだけど。はい、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 いいぞー。違う、なんでやん。はい、で、これ3列かな。で、作ったところで、この端をね、マジ？そんなことできんの？この端をちょっと削りたい。削れないか。もうじゃあいいや。はい、ここ作って、ここ削るとここでぴょんぴょんできるようになります。利便性を考慮してここ1段ちゃんと飛べるようにしておこうかなと。ここ2つあっても繋がんないから1個。いやでもな、橋がいいな、どうせやるなら。はい、まあいいや、橋かける。
なんか合図みたいなのにしておきます。はい、じゃあちょっと柵取りに行って、ちゃんと柵かけますね。なんか1回で全然進まないね、申し訳ない。で、ここの管理人をペータ君に決めます。で、住民のお家がちょっと何マスなのかっていうのをちゃんと測って移動をさせたいと思います。はい、着替えないです。柵柵柵柵柵どれ、これだ、取り出す。柵ってさ、一回作るとさ、一個じゃなくていっぱい作れるんだね。私それ知らなくてさ、いっぱい作っちゃった柵。はい、それでは向かっていきましょう。で、なんかね、お花が至るところにあるので、結構色違いのお花がね咲いてくれてるんですよ、ありがたいことに。でそれも今度活かして、なんか綺麗な庭園みたいなのを作りたいと思います。なし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 、で、なんと柵、場所に移します。はい、なんと果樹園の完成です。やったー。あとここにフルーツサーバーとか置いて、なんか可愛くしたいです。ここのね、柵もちょっと移動したかった、柵じゃない、階段も移動したかったんですけど、ちょっとね、一回撤去しないと移動させることができないってことだったので、こっちは諦めました。また次回余裕のある時にやります。あとは、削れた分の坂を調整して、ここですね。あ、違うよ。なんかさ、みんなみたいにすごい滝みたい、あー、なんで削っとんねん。滝みたいなのを作りたいです。白樺もなんかね、なるべく今ある地形を生かそうって山に関しては思ってたんですけど、しなくていいかもな。滝も新しく作ってもいいかも。まあね、残念ながら白樺センスがないんですね。え、これどうなってる。ちょっと行き過ぎました。はいはいはい、え、これでいいんじゃない。いい感じ、いい感じです。あ、でももう一段削ってもいいかも。はいはい、 OK です。なんか別にこの辺の出っ張ってるのがいいやん。ペータ君をここの守り神、キャンプと果樹園の守り神に決めたので、あとキャンプをここに持ってきて、ペータ君のお家をこちら辺に持ってこれれば、まあ、なんか管理人とそのまあ、なんだ、管理される人みたいな感じにできるのかなと思います。逆でもいいな、キャンプ。いや、でもな、やっぱ川、滝のそばがいいよね、キャンプって。なんかキャンプの会場の近くに管理人が住んでるってすごい贅沢じゃない。
よくない？白樺的にはね、ポイント高いでございますよ。なので、ここをとりあえず設置します。花はね、邪魔だから。で、住民の場所を花で作っといてもいいのかな。はい、はい、あー、めちゃめちゃ花。なんかこの辺の花はまあ可愛くていい気がするけど、この端までさ、何を置こうかなって感じだよね。端っこの端っこって何置いてるんだろうみんな。崖？崖？とりあえずお花邪魔なので売りさばいてきます。あー！まさかの？じゃあしょうがないな。とりあえずここにお金のなる木の幼木を置いておいて、でもそしたら意味ないもんな。これ覚えちゃえばいいのか。ありがとうロープ植えました。じゃあこれと、あ、もう一個じゃない、お花。もうね、もう無理だね、私食べるとかしかできない。よし、じゃあ整地作業とかはまた今度で、ペータくんのお引越しの枠組みもまた今度にします。じゃあね、今日はこのフラットになった状態、ここも生き生きができるようになった状態、果樹園バッチリできた状態で終わりたいなと思います。ちなみにね、そう、白樺のあの考えてた海の家の見た目が完成しました。ごめんね、えぬいくよ、じゃじゃーん。見て、ちょっとおしゃれな壁っぽくない？でも、これを海の家にします。で、その海の家をま、海、かわいい3人揃ってどうしたの？海の家をこっちこっち、なんか今までキャンプ場があったところ、この辺、この辺にします。で、この辺に作ったらその海の家っぽい感じにします。はい、まあ、そんな感じですかね。まあ、今日はちょっと果樹園の最終工程をちょっとやりました。で、あとはまあ、なんか今後のスケジューリング、スケジューリングでもないか、今後の、まあ、計画についてちょっとお話しさせていただきました。そんな感じでね、こんな感じでまったりまったり進めていこうと思いますね。果樹園できたところがさ、ちゃんとあの茶色くなってるのいいよね。こんな感じで、あの見れば、あ、こうなんだってわかるような形になってるといいですね。では次回はペータくんのお引越しとペータくんにお庭をプレゼントしていきたいと思います。それでは、今回も見てくださってありがとうございました。また次回のゲーム実況でお会いしましょう。